ちゃこんにちは。はい、はい、豊さん、ちょっと遅れましたが、そうなんです、ね、ちょっと発表から少し経ってからの動画になりますが、はい、また緊急トレードまた、ね、みたいな。またというのは、はい、中日がっていうことでしょうか。あ、そうだよね、中日がね、うん、アベオトレード枠でね、はい、もう3日しか経ってないんだけども、うん、まあ強打を出すと。これはまた内野手ですね。まあそうだね、まあ、DeNA のは砂田ということで、はい、こちらピッチャーちょっとびっくりするのは、うん、中日の方がセンターラインの阿部をセカンドの阿部を出して、うん、はい、で阿部と二遊間を組んでた強打をまた出すという、うん、でセンターラインの強化っていうのを普通チームは進めていくんだけども、 そうですよね、その2人を出すという。うん、で中日の方は両方とも交換要員に、投手という ね、 そうですね、まあ、先発ができる涌井と、まあ、今回中継ぎの砂田というね、はい、かね、左の人が欲しいっていうことで、ね、まあ、そうだね。だからまあ中日の方はもう一気に立浪監督の頭の中ではチームをこう改革していきたいというかね、うん、まあ、そういうことが頭にあるのかなという。まあ、例えばサード石川とか、うん、はい、ショートに土田でセカンドに高橋周平っていう布陣でもう迷いなく行きたいというようなね、うん、まあ、そういうところがある、うん、でね、これ擁護することでもないんだけども、はい、やっぱりねチームで選手が溢れてると誰を使っていいかっていう、うん、まあ、指揮官の悩みになってくるんだよね。なるほど。だ悩みをなくすためには阿部も出し京田も出しって言ったところなんだろうけども、うん、俺はちょっと不安だな、うん、いやどっちかにしておけば、うん、だからその阿部が出たことによって俺も京田がないかなと思ってたんだけど、いやそんな話もありましたよね。あったよ ね、 だからまあ京田を出す、うん、まあ現役ドラフト候補なのかなっていうふうにも思ってたんだけどもね。なるほど。まあすんなり変えたという、うん、はい、でまあ DeNA の砂田、はい、で左王国だよね、DeNA は、はい、まあ、先発も中継ぎも、ね、だから、まあ、砂田1枚出したところでその左不足になるっていうことはなく、うんうん、まあ、そんなに痛手でもないんだよね。逆にどうですか、 DeNA が強打選手を獲得するっていう方は、うん、いやだから森をどうするんだろうなと思って、うん、森を育てたかったんじゃないのかなっていう、うん、でもね強打っていうのはちゃんとフルに使ったらセリーグの中ではやっぱナンバーワンに守備は安定してる選手だよね。打つのは別問題として、はい、だからまあショートっていうのはその守れなきゃ、またショートができる人っていうのは少なくなってきてるから、なるほど、すごく貴重な選手であることは確かなんだよね。ただやっぱりこう坂本が打つ、うん、ね、小園が打つ、うん、やっぱ打ってくれないとさ、いくらショートでもね、うん、だからそのバッティングのところで今後どういうふうなことになってくるのかね。これチームが DeNA に変わると、うん、そこが改善されるっていう可能性もありますよね。バッティングでしょ、うん、どうですかね、うん、まあ、石井拓郎が多分預かって、うん、いや強打を見ると思うんだけども、うん、まあ、そこら辺で手腕はねどういうふうになってくるのか、うん、そういうのは見ものだけどもね。そうですね、うん、まあ今回もね急にこういった発表があって、うん、率直な感想はやっぱりいやちょっと、うん、まあ、今回も同じようなリアクションなんだけどそうです、ね、中日大丈夫かっていう、うん、またもや、うん、やっぱこう経験者の2人が出てるわけだから、うん、それもセンターラインをね、うん、まあ、与田監督の時にはセンターラインである程度固定をされて、うん、セカンド阿部、ショート京田っていうのを安定的に使ってきた人たちが2枚抜けるということは、うん、センターライン単純に考えた時にセンターラインが弱くなったなっていうね。なるほど。で大島もセンター守ってるけども少し年齢から来る衰えもあるよね、うん、だからそこら辺で大丈夫かなっていうところは否めないけども、うん、まあ、新しくチームを作っていくんだっていうようなね、はい、もうそういうことであれば、うん、まあいい選手がね、うん、入ってくるだろうしドラフトで、ね、まあ、入ってきたんだというふうに思うし、だからそういうふうに考えるしかはないよね、うんうん、まあ中日はね今年これ以外にもこうね一桁台の背番号の人がたくさん抜けたっていうのが、ね、話題になっていて、まあ、1番京田、うん、で5番阿部、はい、6番に、平田、はい、9番に、
福留選手、はい、まあね、一気に一桁台の、一桁台っていうのはやっぱこうエリートというか、いやそうですよ、まあ、主力というかね、こうね、背番号で空いてることが少なかったりしますよね。まあそうだね、まあ、一気に4人空けたというね、うん、っていうこともなんかこう中日の今後の編成していく上での、うん、形が現れてるんですかね。まあ、そうだね。で、まあ、京田の方は、中日側はね、やっぱ環境を変えてあげるともっと働ける選手だし、うん、まだ28だしさ、そうです、で砂田も27でしょ、はい、だから働き盛りだよね、うん、まあ、そういうことを考えると、まあ、いい時期にトレードだったのかなという、うん、なるほど。で京田も立浪監督に、うん、戦う顔をしてないとお前帰れというふうに強制送還されたというね。だからまあその人間ってさ、合う合わないってあるしね。だから好き嫌いで使うことでもないんだけども、でも合う合わないっていうこともあるしね。やっぱ京田にとっては出してもらった方がやっぱすっきりやるだろうし、立浪監督もやっぱ京田を何とかしようと思ってやろうとしたことがまあまあちょっと裏目に出てるというかね、まあそういうところもあるし、だからまあ双方まあ人間的な折り合いが悪かったということからすると、うん、まあ、で出して出て、まあ、正解かなというふうに思うよね。なるほど、はい、まあ、うん、はい、中日はこう投手の補強をしてますけど、まあそうだね、こう得点力不足っていうのがずっと課題であると思うんですけど、 そこの部分っていうのはまた違う手をこう考えてることがあるんでしょうか。やっぱ考えてないと出さないよね、うん、で得点力不足による、うん、まあ、ピッチャーの負担っていうことを考えると、うん、まあ、その得点力の負担を考えるとピッチャー補強してるっていうのは、まあ、納得はするけど、そうですけどね、だから点取ることを考えないと、うん、いつまでたっても最下位っていうのはね、ちょっとなんか遠回りな感じをしますけどね。まあまあそう、確かにね、ただやっぱりこう考えてることもあるだろうし、うん、京田もねショート守りながら2割5分以下だとやっぱちょっときついよね、うん、今の現代、やっぱ7、8分打ってくれないとさ、うん、でまあ砂田というのも、うん、まあこの中日投手陣っていうのは層は厚いけども、うん、まあ貴重な左になるしね、うんうん、で今年福とかいろいろ投げてたけども、はい、あまりいい結果が出てないんだよね、うんうん、そういう意味ではすごくいい戦力にはなると。なるほど、涌井同様、はい、うん、ただ内野手が大丈夫かっていうね、そこの部分ってどうですかね。こうピッチャー補強もいいですがっていう感じのところはあるんですかね。まあ野球っていうのはピッチャーがやっぱ中心のスポーツだから、うん、はい、やっぱピッチャーいくらでも欲しいっていうところはあってもね、うん、ただやっぱりこうなんていうの、中日は投手陣は俺いると思ってるから、うん、ただあとはやっぱこう野手をねどういうふうに育てていくか、まあそこだけなんだよね、うん、でそれを考えると、はい、やっぱ京田、まあ、京田出すというふうに思ってたんだけども、うん、阿部が出された後に京田もいっぺん出すっていうことは、うん、ちょっと想像しがたかったけどもね、うん、まあだけどこれがいいトレードにねなれるように頑張るには、うん、やっぱり期待してる若手が成長したりだとか、得点力不足がね解消されるとか、うん、じゃないとやっぱファンは納得しないと思うんだよね、うん、まあね、本当チームのことを思うといろいろね、いろんなファンの人とかも SNS でざわざわしてますけど、まあ、まあね、まあ、この球団の代表の人、うん、中日の方の見解としてはやっぱこう京田選手にとってはよりいい環境になって心機一転頑張ってくれるんではないかっていう判断もあるということもあったんでね、内野手を欲しがっているっていうふうに書いてあるんですよね、まあ、DeNA はね、うん、だからでもまあそうだね、まあ双方思惑が一致しないとトレードっていうのは、うん、同情だけではね、うん、できないし、京田なんかも新人を取ったりとかね、うん、いろいろ過去に、まあ、選手会長、キャプテン、うん、選手会長かにもなってるような、うん、やっぱこう人格者なんだよね多分ね、うん、まあその人を中日がやっぱ手放さなきゃいけないっていうのは、うん、すごく大きな痛手なのかなっていうような、うん、まあ痛手って言ったらまあ出すんだからしょうがないよね、うん、ね、だからまあね、京田選手はこう、ね、内野手を欲しがっている DeNA でこう新しい環境でいい結果が残せるんじゃないかっていうこととか、まあ、そんなに DeNA って欲しいかねっていうふうにね、書いてあるよね、書いてあったりするじゃないですか、うん、でも豊さんから見るとそういう感じなんでしょ。
ぱり森育てなきゃいけないし牧はいるし、うん、外ファーストにいて、なんだ佐野がこう入ってきたりとかするでしょ、うん、で宮崎がいて宮崎6年契約、うん、あと5年契約4年契約が残ってんのかな。でサードっているだから内野手の DeNA の内野手の誰かがあれになるのかな、現役ドラフトになるのかなとかいうふうな憶測になっちゃいますよね。憶測なるよね。まあ豊さんの今の考えとしては、うん、なんでこんな内野手を取るのみたいな感じ。いややっぱね強打はね、うん、やっぱこうどこでもできるし、うん、おそらく守備というショートだけではなくて、うん、守備という面に関してすごくセンスがある子なのね。だからまあ例えば宮崎が、うん、4打席終わった、うん、守備固めに行く、まあ強打が残ってる、うん、サードに行ってくれとかね、でまあショートに行ってくれとか、うん、まあ言えばその牧はずっとフルイニング出なきゃいけない選手だけども、はい、でも休ませたい時に強打ちょっとセカンド行ってくれとか、うん、まあどこでもできるから便利な選手だよね。なるほど、うん、ただまだまだレギュラーとして使えるだけのポテンシャルを持ってるから、うん、まあ遠慮しないでね、ショートのレギュラーを目指してほしいと思うよ。森がいても森はまだまだ今年の成長からすると物足りないし、うん、成長力が少し止まってるような感じがするから、まあ、そういう意味でも、うん、強打選手が入ることで、うん、こうウカウカしてられないって言って切磋琢磨する、うん、まあ、それはあるよね、内野手たちっていうこともありますかね。まあまあ刺激を入れたというね、うんうん、だからまあそういう意味ではその強打の力というのは存分に発揮してほしいと思うよ、うん、そしたらみんなウカウカできないから。そうですよね、うん、だから牧と強打の二遊間になっちゃうかもしな、うん、うん、で2割6分7分、うん、まあ、できれば8分、うん、打ってくれればもうバリバリのレギュラーだから、ね、うん、これは変わっていくかもしれないですもんね。そう、足の使い方もうまいしね、うん、はい、というような、はい、まあ、今回もびっくり。そうだ ね、まあ、びっくりしました。はい、はい、ただ京田が俺の後輩になるというね京田、俺好きだから何回か会ったことあるし、ね、うん、だから頑張ってほしいと思います、まあ、個人的には嬉しいこともあるかなってことですね、はい、横浜であんまり遊ばないようにね、はい、はい。